ここが皆さんのお部屋ですわ。これはすごいな。合成すぎんだろう。僕たちに合わせてベッドの数も調整してくれたみたいだね。高級ホテルならば当然のサービスですわ。まあこの部屋に関しては外からも鍵がかかるようにしておきたかったのですけど。それってそんな信用ないですかね。心外だな。いくら僕たち以外は全員麗しい女性たちだからってさ。まあ和治さんに関してはなんとなく信用できそうですけど、ロイドさんとランディさんは正直信用しきれませんから。特にロイドさんは要注意危険人物ですし。え？どうせ君のことだから。ふと夜中にラウンジに出てみたら眠れない女の子がいて、それで話しているうちにいい雰囲気になりそうだよね。おお、いかにもありそうだな。ロイドさん、従業員用の仮眠室あたりに泊まっていただけるかしら。いや、ありませんから。まったく。ちなみに私はこの後取締役会がありますから一旦町へ戻りますけど、くれぐれも水着姿のエリーたちに劣情を催さないよう注意なさい。悪さをしたら保安部を呼んで湖の真ん中に叩き込みますわよ。だからしませんって。でもマリアベルさん、やっぱり相当お忙しいんですか。お父様があんなことを言い出してしまいましたから、さすがに IBC の業務を並行することが難しくなったようで、全て取締役会で引き取りました。当然私にもしわ寄せが回ってきてるわけです。そうですか、本当にお疲れ様です。ま、適当に息抜きもしてくださいよ。休息とストレス解消は美容と健康にもいいしね。お気遣い感謝しますわ。お伝えしたように湖水浴場の受付は1階アーケードの右翼方面にあります。そこで水着もレンタルできるので更衣室で着替えてくださいね。もちろん男子の方ですわ。いや、念を押さなくても。とにかく了解っす。湖水浴場は皆さんのために昼まで貸し切りにしています。午後からはテーマパークで存分に楽しむといいでしょう。そちらは行ったことがある人も多いでしょうからお任せしますわ。それと夜は迎賓館の方にディナーの席を用意しています。清掃の必要はありませんから時間までに来てください。わかりました。至れり尽くせりで申し訳ないくらいだね。どういたしまして。良き滞在を存分に羽を伸ばしてくださいね。なんだかんだ言ってすごく親切な人なんだよな。妙に敵視してくるのは勘弁してほしいけど。まあ運命と思って諦めろ。それじゃあ早速ビーチに行ってみるかね。そうだね。女性陣はどうしても準備に時間がかかるだろうし、先に行ってもいいんじゃない。そうだな。それじゃあ一応声をかけていくとするか。
へえ、ここがビーチの受付か。ここで水着とかも借りられるみたいだな。いや、こんな場所が作られてるなんて夢にも思ってなかったぜ。早速受付を済ませておこうか。こんにちは、ようこそレイクビーチへ。特務支援課の方々でいらっしゃいますか？あ、そうですけど。マリアベルのお嬢さんが伝えといてくれたのかい？はい、本日の昼過ぎまで貸し切りとなっております。水着についてはこちらの方にサンプルを用意しましたので、お好きなものをお選びください。へえ、それじゃあ。さて、どれにすっかね。しかしロイド、特務支援課に入ってから最大のご褒美って感じだよな。さすがに大げさだろう。確かにみんなどんな格好をしてくるかちょっと楽しみだけどさ。そうだろう、そうだろう。しかもイリアンさんやセシルさんの水着だぞ。加えてリーシャちゃんみたいな超有望株なんかもいるし。落ち着けって。でも何気に俺たちの周りってスタイルのいい女性が多いよな。セシル姉やリーシャもそうだけど、エリーもかなりグラマーだし、イリアさんはモデルみたいだし、ノエルやフランちゃんも出るとこ出てるしな。まあティオスケやシュリゾーはこれからに期待ってことで。失礼だぞランディ。あ、そういえばキーヤって泳げるのかな。聞いたことはなかったけど。大昔のことだし本人も覚えてねえんだろう。一応溺れないように誰か見てた方がいいかもな。ああ、そうしよう。ほんと親バカだね。ワジ、もう着替えたのかよ。ああ、外で待ってるよ。アディオス。怪しい。怪しいってマジか。そりゃいつも基本的に怪しいやつだとは思うけど。いやそうじゃねえ。俺たちが喋っている間に素早く着替える手際の良さ、そして男女兼用にもなるセパレートタイプの水着、怪しくないか。どこが怪しいんだかさっぱりわからないんだが。たく、僕ねんじん。まあいいか、俺たちも早く着替えようぜ。だな、待たせても悪いし。ワジ、お待たせ。よし、そんじゃ行くか。え、なんだ。なんか変なとこでもあるか。いや、男の水着姿ってのはさして面白くないと思ってね。まあ二人とも体格はいいからがっかりはされないと思うよ。あのな、余計なお世話だっつうの。それじゃあビーチに出るとしようか。すごいな、これは。
ビーチなんて初めてだけど、こんな綺麗だとは思わなかったよ。普通のビーチは海沿いだし、砂もこんなに白くはないかな。多分大陸中東部にあるホワイトヘブンって砂浜から砂を運んできたんじゃないかな。マジか。ありえなさすぎだろう。改めて IBC の資産力が垣間見られるよね。それより女性陣が来る前に準備した方がいいんじゃない。ああ、そうだな。やっぱビーチにパラソルとかは定番だろう。なるほど。雑誌とかでもそんな写真があった気がする。よし、手分けして設置するか。ふう、こんなもんかな。ああ、いいんじゃね。上出来上出来。それじゃあ早速僕は休ませてもらおうかな。あのな、なんだか俺以上に遊び慣れてやがるな。ライダー。あ、お、来たみてえだな。確かに、これは驚きです。ベルったら、いつの間にこんなものを。ほら、お姉ちゃん、早く早く。もう、フランたら、ビーチは逃げないでしょ。わざわざパラソルを用意してくれたんだ。さすが、気が利きますね。ほら、お姉ちゃん、せっかくだから前に出てアピールしなきゃ。ちょっと、そんな押さないでってば。ほほう、いいじゃんいいじゃん。へえ、みんな似合ってるね。そうかしら。あまり自信はありませんが。ロイドさん、誰の水着姿が一番似合ってますか。え、もうフーラン、ロイドさんを困らせないの。どうしたんだい、さっきからぼーっとしてるけど。はははさすがに刺激が強すぎか。うん、ちょっと目の毒かな。みんなものすごく似合っててびっくりしたよ。そのままグラビア写真とか撮られてもおかしくないくらいだ。ありがとう。ロイド、さすがはロイドさん、やはり立ちが悪いです。あれ、こいついつか絶対身を滅ぼすな。ま、それも男子の本懐じゃない。やっほー、お待たせ。うわ、これはすごいわね。地面真っ白です。へえ。お待たせ。お、もう可愛い子たちに囲まれてるじゃないの。あ、パラソルとか用意してくださったんですね。言ってくれりゃ俺がやったのに。なんだか綺麗というか圧倒されるというか。
が違う。そんな感じですね。すごいです。あら、あなたたちだってなかなかイケてるじゃない。眼福眼福そうね、エリーちゃんも思った通り、すっごくグラマーだし、キーヤちゃんもティアちゃんも抱きしめちゃいたいくらいだわ。あセシルさんの胸で言われても。本当でも本当に綺麗なビーチですね。まあ悪くないかな。ってあんたらいつまでボケっとしてんだよ。あっ、危ねえ危ねえ、一瞬あっちの世界に行ってたぜ。男って単純ですね。ま、女性に比べたらシンプルな生き物だよね。ね、これは負けてられないかも。お姉ちゃん頑張ろうね。無茶言わないでよ。